はじめ社長、何やってんだ。パソコン天ぷらにしてどうすんだよ。天ぷらになんかつけて食うのか、パソコンを。そういうな、子供たちが真似をするようなことをな、大人はやっちゃいかんよ。どうしてそうなるのかな。はじめはまだ若いのかな。もっと経験を積んで、辛い思いしないと、わかんないのかな。子供たちのためにも、いい先生で、いいお兄ちゃんで、いい環境の中で、子供たちもいろんな YouTube の人たちを見て育てるんだから、日本にならなきゃダメだ。もう一切このくらい炎上するようなことは今後二度と起こさないというように約束してみろ。以上だ。